いるわけないかなと思えへん。思えへんねん。やめるかもわからんと思うよ、ね、一番怖くないですか、女優本人が。本人。それはありそう。それだけ。でも俺あの中でそれだけがほんまやと思う。出たら信じちゃいますもんね、普通に。そうなんです。そういう人たちがいっぱいいて、そういうね信じるような友達がうちの嫁の周りにもおるから家庭があんな感じになるんです。冗談じゃない。冗談じゃない。トントントン。トン全部嘘なんですよね。だから宮迫さんね、そう。何もだってそんな一攫千金なんてよっぽどのことがないとないわけじゃん。いや分かってるよ、お金っていうのは、うん、使わんかったらたまっていくもんっていうのは分かってる、はい、でしょ。なんでその分かってることを聞いてふーんって感心できるのか分からないえでもコツコツ貯めて、うん、それでハワイ旅行とか行けた方がなんかこういいじゃないですか、うん、かっこいいじゃん。コツコツ貯めてハワイ旅行行くよりなんかギャンブルでドーン当たってハワイ旅行行ったらめっちゃ気持ちいい、気持ちいいね。コツコツ貯めたお金程度では、うん、ハワイ行ったって買い物もできない。これ、うん、でもこ飛行機代高いな。ハワイはね、はい、そんなも美しいもなんともないですからね。BC 出したったやねん、うん、それを今ここで言ってるのが私からしたらちっちゃいです。どういうことや。おごったやったらもうおごったでいいじゃないですか。ここでまあいつら割り勘がなんとかとか言ってるのがちっちゃいです。ほんだらこの番組成立せへんねん。そういう番組や。おか